どうも、今回は現状リークされているバトルフィールド2042の追加武器、追加マップの情報を紹介するとともに、それらについて考察していきたいと思います。なおこの動画の情報は、データマイナーのテンポリアル3の投稿を参考にした、非公式のものでありますので、実際のゲームにこの内容のまま実装されるという保証はありません。その点を留意してご覧ください。現状のリークその1は新マップのコンセプトアートです。後に紹介するこのマップについてのフレーバーテキストで明らかにされていますが、世界地図で言うと場所は大体ここの、この辺です。正確にはこの赤いラインのどこかですね。ビジュアル面で言えばカナダの透き通った空や紅葉に彩られた壮大な景観が特徴です。そんな絵画のような景観の中で浮き立って見えるのが画面奥の軍事施設でしょうか。人工的な球形をしたレドームや、岩壁から突き出したトーチかのような建造物が異彩を放っています。また奥の二つに比べれば自然なカラーリングで、一見集落にも見える建物群がありますが、その手前には燃料タンクがあることからここも軍の施設の一部であることが伺えます。そんなこのマップの名称はリッチというらしいです。リッチは日本語でおね、非常にシンプルな名付けですね。そしてこの画像は前述したリッチに関するフレーバーテキストであり、ロシア軍、アメリカ軍がこの場所で衝突に至ったバックグラウンドが、リッチに関する情報とともに記載されています。というわけでまずはアメリカ軍側のバックグラウンドから順を追って見ていきましょう。それではどうぞ。ブリティッシュコロンビア州での地震活動は、カナダ米国の研究基地に損害を与えた。地滑りは施設の内装と周囲一帯をむき出しにしてしまった。ロシア人どもは軍事兵器が出現したと勘違いで申し立て、これを確保するためカナダの地に軍隊を配備しやがった。そんなことを許しはしない。ロシア人どもを家に送り返すぞ。お聞きになってわかる通り、発端はどうやらカナダ米国研究基地の中身が地滑りで剥き出しになってしまったことのようです。つまり岩壁から剥き出しになったあの施設は、元は岩壁に隠されていた実験施設の一部であるということでしょうね。確かによく見てみると崩れた岩壁の一部が画面に映っていますね。また、こちらの文章のこの部分、レッツセンドイヴァンホーム、あまり聞き馴染みのない言葉だったので調べてみたら、どうやらイヴァンはロシア人に対する差別呼びのようでした。この表現からアメリカ側が相当怒っていることが察せます。続いてロシア側のバックグラウンドもとい、主張の方を見ていきましょう。それではどうぞ。カナディアンロッキーの地滑りによって、ブラックリッジ基地内を一望できた。そして我々が見たものは、直接的な脅威。それは運用を許されないような兵器だった。本日は緊急任務だ。諸君らは我々の同胞たちと共に基地へ移動し、すべてのセクターを制圧するのだ。輸送機が待っている。といった感じです。アメリカに比べて静かにブチ切れてる感がありますね。一体基地の中身はどんな兵器があったのでしょう。というかロシア側も BF4 の時点で2142に登場するタイタンのプロトタイプや、人間カタパルトやレールガン作ってたのに、そのロシア側が軍隊を送り込まざるを得ないほどの事態というのは注目に値します。基地内部で何か破壊的なバトルピックアップが拾えたりしたら面白そうです。まあこれ以上考察しても妄想の域を出ないのでここらで打ち切るとして、続いてはリークされた武器について考察していきます。まずパッと目につく AM17 ですがこれはおそらくアサルトライフルです。実銃の AM17 は AKS74U を代替する目的で製作されたカービンで、使用弾薬は AKS74U と同じ 5.45×39mm です。発射速度は700〜850rpm。これがこのまま実装されるとなると、アタッチメント次第で918rpm が出せる M5H には若干レートの面では引けを取ります。ただし口径は 9mm なので登場するどのアサルトライフルよりも反動の小さい可能性が高いです。位置付けとしてはサブマシンガン寄りのアサルトライフルになるでしょう。二つ目は MGA 総計です。この銃はその軽さと、反動制御のしやすさが特徴で、100ラウンドマガジンを装填し、ドットサイトやライトを装着した状態でも、装填されていない他のあらゆる装、括弧分隊支援火器より軽いとのことです。5.56×45mm な投弾と、7.62×51mm な投弾の中間の性能を持つ、6.8mm 弾を発射可能で、これらのことから MGA 総計は、アサルトライフルよりのマシンガンになる可能性が高いと考えられます。三つ目、TTS エクシードは DSR と同じブルパック式のスナイパーライフルです。ただし DSR がバレル長 650mm、全長 1000mm に対し、こちらはバレル長 515mm、全長 875mm なので、DSR に比べると一回りコンパクトです。つまるところ、DSR のリロード速度そのままに取り回しの良くなった、近中距離運用が得意なスナイパーライフルになると考えられます。そして四つ目 CRB スカウトですが、現時点では情報がありません。ここまでアサルトライフル、LMG、スナイパーライフルときたので、SMG か DMR である可能性が高いです。そしてスカウトという呼び名から DMR ではないかと個人的には予想しています。どちらにせよ CRB スカウトという名前に対応した武器が現実に存在しないので、今のところは想像の域を出ません。皆さんが考察する CRB スカウトがあればぜひコメントで共有してください。最後のピストルの二つはまとめて紹介します。シグサは M17 はグロックと同じ 9×19mm パラベラム弾を使うピストルで、対して M45A1 は
35ACP 弾を使うピストルです。グロックが低威力高連射力のピストルだとしたら、仕草は M17 は中威力、中連射速度、M45A1 は高威力、低連射速度の役割付けをされることが予想できます。以上が現段階で公開されているリーク情報とその考察でした。さて、ここまで私ゆっくりパイクがお送りさせていただきましたが、情報が限られているゆえ、試験の多いに入り混じった身勝手な考察になってしまいました。これらの予測が間違っていた場合、皆様に混乱を与えてしまったお詫びとして、責任を持って EA 本社ごとこの動画を破棄したいと思います。とりあえず今日のところは、私の顔面だけをステレオタイプのアジア人としてデザインしやがった。人権意識を欠いたその姿勢に罰を与えるべく、ご立派な表札を爆破して帰りたいと思います。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。あれ？あれ？